アウターハーバーフェリーターミナルは、マカオ特別行政区のマカオ半島外交に位置し、遊戯台馬地沿いの貯水池に隣接して位置する旅客用港湾設備である。しばしば、マカオフェリーターミナルまたは、香港、マカオフェリーふ頭と略称されるが、この故障は、香港に所在する香港、マカオフェリーターミナルと混同しやすい。その他、 マカオマリタイムフェリーターミナルと呼称されることもある。フェリー不当は以前、カジノオシアナスの位置にあったが、1993年現在地に移転、1997年には高架道路等が整備され、マカオ遊戯大橋を経由したタイパ島にある、マカオ国際空港とのアクセスが向上した。12隻の水中浴船と2隻のフェリー用の、経流施設及びフェリポートを提供している。 ターミナルビルは3階建てであり、1階は到着外で旅行会社の窓口があり、2階は出発外で発見施設やチェックインカウンター、その他小規模ながら免税店がある。3階にはマカオ唯一の百貨店であるニューヤオハムの分店がある。建物外にはヘリパッドと6つのドックがある。またヘリポートを提供しており、IATA コードは XZM ICAO コードはない。ヘリパッドは1995年に2機増設、2001年には合計5機となった。旅客ラウンジは2004年に改善、現在、北側にさらに3機の増設を検討中である。ターミナルを出たところに各カジノの無料シャトルバス用の駐車場があるが、マカオグランプリ期間中はスタート地点となり、ターミナルの向かいには、 観客席が設置される。以下の船舶業者が利用している。ありがとうございます。